マルタイ、マルタイラーメン、棒状乾燥麺に粉末スープと調味料がついています。麺は細く縮れがなく粘り気の強いそうめんという感じです。茹で時間は短めの方が歯ごたえがいいです。スープは薄口の醤油味であっさりしています。ごま油が効果的です。控えめながらバランスが取れています。昔よく食べた製品ですが、古くから続いている製品の中では味の変化が少ない方だと思います。